つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。
なんとか収穫はあっただろ。フーマリュから遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくそくそく。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつま弾き、天空のライアーがそれに答えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる。万物に己が心を理解させるために、歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって、竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは
話せなくなった。優しい子だったのに今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融やろ。そいつに騙されるな。哀れな理由よ。そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う。この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほどなぜ昔のように我に守れと命令しなかった。君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろ。風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともに
もっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。ハンス・アチェボルド。なんで俺の名前を。風、神社区界で求めても得られない風の音だ。俺はずっとあなたの存在を信じていた。旧友の魂、任せてくれないかい。僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁のうちに生まれ、青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く、瞳には光が宿っている。しかしその声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り、他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に登ることはなかった。え？そのやー、天空のライアがバルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアを僕に貸して。わからないけど、天空のライアはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎、おい逃げるな。ハムスターが見つかってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な銀融詩人。統率を諦めたモンドの神、今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。
口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。バネッサ様、モンドを見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私は、あなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。戦いは最もたやすいことだがな。栄光の王国があった。国王は王位継承者第一位に暗黒の国へと行き、創世の真珠を探すよう命じた。こうしてかの者は真珠を探す旅に出た。しかし彼女は騙され、自身の高貴さを忘れてしまう。そして自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった。でも心配はいらない。なぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだ。これは君の長い旅の気候であり、君たちの真珠の歌である。うわ、人がたくさんいるぞ。もう少し前に行こう。後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。殺害された。この場を封鎖しろ。
カツラはあそこだ。捕まえろ。逃がすか。少年、動かないで。こっちだ、急げ。ついてきて。妖光様は何か大事があるたびに人払いをし、3名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって、それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に、妖光様は決断を下されます。その後、彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様、まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちる、それはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字は、このリーゆえの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いあり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用してセンスが力に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとってダサ見しまえだ。ではモラクスの神の心は俺が。ハなるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーユエの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。
邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは。軍玉閣を放棄する。どういう考えで。分かった。旅人、助力を願おう。さらば、我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。数千年前、戦乱に満ちたリーゆえで俺たちは戦った。魔人が封印された。幸運閣も千年の時を経て逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。ヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。お、リーウェコーの霊石はこれで一つなくなった。天地万象、後世に任せるとしよう。あと10秒欲しいな、テウゼル。まだ隠れきっていないんだ。うん、仕方ないな、お兄ちゃん。分かった、10秒だけだよ。
がありました。その範囲は広く、モンドとリーユへの周辺に影響を及ぼしました。落下した隕石には変わった力がありまして、触れたものを昏睡状態にしてしまうのです。非常に危険だと教会はそう判断しました。はい。Sounds interesting. Mind if I join you? What ho! We meet again, vagrant of Inazuma. My retinue and I were just...First time the Millilith were present, I had to forego the chance to strike down Mondstadt's savior. This time was a perfect moment. I was mere seconds away. But who was that mage? She could not have known who I am. Perhaps her powers revealed to her things unseen. Soldiers! Sir! Find them, and when you do,Another one? My lord! It's happening again. This is the largest one we've seen so far. They just keep coming. But so be it. Move out. Change of plan. Your prior objective remains in force. Continue to research the meteorites. My lord, leave them to us. We will make short work of them. Are you deaf or just stupid?When did I give you the right to issue your own orders? My apologies, my lord. Now move out and complete your objectives as assigned. Nawa があれば山は登れる。いかだがあれば海は渡れる。40歳までわしはあらゆる秘境を踏破した。とんがり帽子山はわしの冒険を終わらせた。いや、それだけではないかもしれない。わしは年を取った。かつてわしは幾度も山の麓で果てしない雪に敗れた。それはまるで弱点のない獣、世界の残酷さそのもののようで、わしは怯えた。勇気を失った冒険者は高い山を登れなくなる。わしは山登りをやめ、大きな夢を見始めた。人類は自然を征服するために道具を発明する。そして何度も何度も改善を重ねる。足でたどり着けないなら道具を使うのだ。道具でできないことは翼に力を借りよう。親愛なる友よ、この未完成の翼の設計図は託したぞ。未知を前に人類は力を合わせる。生きていれば人類にたどり着けない場所などない。わしに残された時間は多くない。だが風はまだ訪れない。しかしわしらは、あるいはその子孫、弟子、友人の中にそこへたどり着ける者は必ず現れる。寒い。もう少し頑張って、あれは、火だ。火に当たらせてくれ。待て、危ない。
中、キリンは人獣だ。甘露を飲み、カカを食す。だが、絶雲の間の仙山と仙境は、あの子の人間の部分にとっては、寂しすぎるのかもしれぬ。昨夜、カウンが月光に照らされた崖で一人、山々を眺めていたのを見た。限りのない雲海は、あの子を覆い隠すようだった。あの子は孤独だった。だから、属性に帰るよう説得しようとしたのだが、その時、こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーユエコーは、絶雲の間よりも孤独です。絶雲の間で雲を眺めるのは、一人でいることに対する孤独です。でも、リーユエの人混みの中で感じるのは、人ではないものの孤独です。太古の昔、リーユエは正気に満ち、魔に溢れていた。敗北した魔人の残骸は怨嗟を撒き散らし、やがて妖魔となった。妖魔は疫病、怪異、そして変異を次々と起こした。やがて元王帝君は先人の夜叉を召集し、魔を滅することにした。彼らは誤報のため殺生し、悪を滅することを元王に誓った。しかし長い決戦の中、殺生に囚われ魔人の憎悪に染まってしまう。恐怖に支配され発狂する者、同士討ちで死に至る者、精神が壊れ魔物となる者、最も強かった5人の先週夜叉のうち3人が悲惨な死を遂げ、1人が行方不明となった。幾千年の時を超え生き残ったのは高魔大聖ただ1人。そして彼の姿を覚えているのは、古雲閣に照らされる月明かりと敵歌集の笛吹きだけとなった。Festival originated in the Crown of the North, the City of Freedom. Oh, we gotta bring enough supplies this time, otherwise you'll go hungry again. So, if you're asking me... Unofficial business? We're grateful to you. As are we to you. Funny, we haven't gotten together for a meal in a while. It's been so busy lately. What should we do on this day? Mr. Albedo! How's the research going? We've had a few issues. Have a look at this. Of course, any good tavern offers bar snacks. Really? How should we do it? Who should we do it for? Quietly? Or boldly? Make the first move, or trust to chance? Huh?
Look out! Oh. Sorry, so sorry! My answer is this. So long as we can both share fond memories, it doesn't matter. Let the heart decide. もしやこのトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ、彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。どうしよう、一般人は攻撃できない。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーユエの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず、何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、雷のように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それがジャクダ竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼によう見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が届き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし彼が秩序を破れば、再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ、埃を震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。
ほう。待つだけの時間が十分にある。私たちには十分時間がある。彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それはライデン将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼はその人たち手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れると言った。その後メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を構築する河原となり果てた。そして拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった。しかし拙者が天守閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が失せゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。
叶えたぞ。うん。お、綾子？うん？はあ。お、おお。旅人さん、もう一つ行いたいことが。お時間を少々いただけませんでしょうか。どうか見ていてください。あれは…ケイスケ…そうだよ、イミヤ。お前にとって花火って何なんだ？よ、イミヤ…Machocius, god of the stove, born from a spark when stone struck stone. He was a god with a great love for humanity and their well-being. Millennia ago, the people sought to expand their city. They built a dwelling on the plains and called it the Gweili Assembly. The stove god cared greatly for the people, turning himself into minions who went into every home, fostering food and solidarity alike. Alas, their home was taken by a flood. The waters ravaged the Gweili Assembly and forced the people back south to Liyue Harbor. Though the distance was not far, the journey was plagued by a terrible storm. For a dozen days, the Adepti stayed by their side. During this time, the stove god cooked an ancient delicacy, flatbread with a meat sauce to stave off the cold and damp, fit for those on the move. Centuries later, disaster and plague arose once more.
The stove god would appear no longer, for he placed all of his power into the land itself to quell the calamities. His power expended, and his wits greatly reduced. Thus, his body decreased in size. By the time he parted ways with us, he wasn't even the height of a human. He told Rex Lapis and I of the dishes that bring joy and are the secrets of the flame, then went into the mountains and entered into a long slumber. The stove god departed, and Guoba was born. When he awoke, he ate the chili men's cornbread buns placed on the offering table by a young lady in yellow. Though he did not remember the past, he was profoundly moved and decided to follow this young lady thereafter. The stove god had quietly disappeared, but the vendors rose early to hawk their wares. People went out to buy goods, lit their stoves, and cooked food, just as they had done every day for as long as they could remember. In Liyue, things have always been this way. Nature provides, the mountains rejoice, we are blessed by heaven's good grace. Years have gone by, the world has transformed, but our way of life survives. Fame and fortune is only a season. It is the moment that we should embrace. Past meets present. Heritage becomes legacy. Long into the future may we thrive.元素力を扱える。あなたは例外。例外、それは永遠の敵。心臓へとはめ込みましょう。
将軍様、先ほど彼をメガリレーの対象に。次は必ずや人たちよ。我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。野郎ども、九条家を信じるな。俺に続け。九条様を守れ。第16条、いやいや、67条か、それとも73条、どれを使えばいいんだよ。
そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって憤怒は最高の餌。どうしたのよ。しっかりしろ。手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしている稲妻を、私たちバディが止まれと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなとこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいる。彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよい。この伸びが力を使っているんだよ。
最後まで厄介の深くに至るまで探さねば。守り下せ。やっと目が立てるようになる。俺は何情報たちの差別なく平等に深くに至るまで。メガリレーを廃止してほしいです。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがる全ての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。その後ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い正気をもたらし希望を呼び起こす。ある願いはたとえそれを持つ者の身が滅び魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。九条家の誇りは優に始まり宙を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか。ご指導のほどお願いします。
円の中にある変数ですか。しかしその誇りまだその地に残っていたようですね。カムナ様、訓練を受けた武士の6割が負傷し、式神の消耗も予想をはるかに超えています。それに外界の情勢が安定してきた今、我々が究極の武芸を追求する必要はあるのでしょうか。どうして恐れる。小生はとっくに分かっていた。春之助、はっきり言うが彼女はもう戻ってこない。小生はただ彼女の後代を助け、この領土を守りたいだけだ。滅すべき対象がなくなり、守るべき人も平和を得た今、我々の使命は終わったと言えよう。小生は時が許すなら一生ここで守護し続けられるとずっと信じていた。このような言い方は小生自身を危うく騙してしまうところだった。お主は決して小生のようになるなよ。安心してくれ春之助、僕は分かっている。君が稲妻のためにしてきたことは他人が意味を与えていいものじゃない。そして僕の存在もそれと同じ。当初お主に冷静を注ぎ込み、人の感情を理解できるようにさせたが、やはり正解だった。結局小生を啓発してくれたのはお主だったな。明日に光眼あってセロに誇れども、夕べに白骨となって光源に朽ちぬ。いい言葉だ。これでもう小生に心残りはない。我が友式大将よ、自らの使命をよく果たしてくれた。もう待つ必要もない。小生は新たな意味を求めて再び出発する時だ。これでさよならだ春之助。どうか安寧であれ。全てを思い出した。春之助に見放されたわけじゃない。僕は彼を説得し、彼と一緒にこの心の迷宮を出たんだ。さっき拠点でまたカラスマークを投げたんだが外れだったぜ。悪い運気を消耗したから今日は無事に山を降りられるってことだね。おう、そういうことだ。今回はきっといけるさ。まずい、雪崩だ。避けろ。まだ終わっていない。
物語。確かに事前に思いつくべきだった。竜の腹には師匠が作った失敗作があった。それが物語の原点。もし僕たちの立場が逆転し、当時生き残ったのが君だったら、僕は放棄された実験品として、原初の人間計画の失敗者として君に取って代わろうとするだろう。自らの姿を君に変え、君の錬金術を学び、奇跡の生物を創造して注意をそらす。そして隙を見つけ、唯一秘密を見破れる旅人を排除しようとするだろう。そうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる。昔々、あるところに仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。赤鬼は鬼の姿で人のように優しく、青鬼は人の姿で鬼のように独りぼっち。赤鬼は人と友達になりたいと思っていました。しかし人々は鬼を恐れ、豆をまき近寄るのを嫌がりました。そこで青鬼はある策を赤鬼に話します。僕が村を荒らして赤が僕をやっつけるんだ。そうすればみんな赤を受け入れてくれる。そうして青鬼を退治した赤鬼は、その優しさと勇気から皆に受け入れられるようになりました。赤鬼がこの知らせを青鬼に伝えようとすると、青鬼は手紙を残して姿を消していました。僕は旅に出る。僕を探さないで。じゃないと君まで悪い子だと思われちゃう。大丈夫、離れ離れになっても僕たちは友達だ。昔々、あるところに仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。人間と友達になりたい赤鬼の願いを叶えるため、青鬼は悪者を演じ姿を消してしまいます。長い時が経ち、赤鬼は人間と友達になると、青鬼もこの輪に入れたいと思うようになりました。ですが青鬼の行方は分かりません。彼を探すため高い山を越え、大きな川を渡りました。青鬼の痕跡はたくさんありましたが、それを見つけるたび、彼はわざと隠れているのだと分かりました。赤鬼は青鬼を真似て荒野に一通の手紙を残します。青、僕にはたくさんの人間の友達ができたよ。もうすぐ盛大な宴を開こうと思うんだ。友達に参加してもらいたい。もちろん青もね。会わなくてもいい、隠れながらでもいいんだ。青鬼はこっそり村に戻ると、身を潜めながら豪華な食事と暖かな火を眺め、その光景に憧れました。でもお腹が鳴ろうと、青鬼はかつての誓いを胸にただ遠くから眺めているだけ。すると突如赤鬼が背後から現れます。青鬼は驚きました。よう、やっと帰ってきたか。あいつらにお前を紹介させてくれ。俺様の最高のダチよ。
オール様に任せろ。まだ大勢の人質が残ってる。そいつらを助けに行く。でも見くびんじゃねえ、お前ら逃げろ。さあ早く。ほっといてくれ。お前は逃げろ。これは俺が受けるべき罰だ。だってそこで待ってろ。現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは。あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。強行は最初から知ってたのか。太陽の変化に感が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのもバッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し海から誘い出すためよ。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。
披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，倡议诸位。茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。用意したものが届きました。旅人、ここで少し待ってて。動かないでね。ああ、重要なことみたいだな。専属したペアが作ってくれたの。異国風らしいけれど、どう？似合うかしら。すごく綺麗だ。そろそろね、旅人。今年の怪盗祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。随分と洒落た服を着てるじゃないか。見識ある北斗船長に褒められるなんて、この衣装も報われたというものね。薬先生、診療お疲れ様でした。ありがとうございます。お気になさらず。怪盗祭、あれ、怪盗祭を祝して。は
怪盗祭を祝して。サンジの願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわはサンジを最も適した位置へと送れるんだ。守る奇跡の木、今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる、エイ。私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め、新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？きっともう役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。さようなら、マコト。私たちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな
勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと、魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいなら、わらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため、祝いたまえ。祝いたまえ、導きたまえ。今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す。鎮魂のため、祝いたまえ。導きたまえ。かすこみかすこみかすこみを申す。うらくさい。何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。あれが水の浄化作用を増幅させている装置だ。
貴様は。申し訳ございません、惑光の剣ダインスレイブ様。あの時俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。ファンルイアは滅亡していないんですよ。だってこうしてあなた様が立っているんですから。だから復興の必要もない。今は昔、稲妻に5人の歌人ありけり、世の人は五歌仙と。ある年、水光が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水光は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水光ににじり夜はある影なりけり。その影こそ葵の大きな、すべては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の大きなはやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。赤人はかつて五歌仙の一人、名の赤は歌に朱印を残すことより来たり、かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に他者より盗んだものあり、赤人は咎により追い放され、歌仙五人は四人になりぬ。墨染めは赤人の歌集に目を通し、盗作に未朱印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり。通りがかりし葵の大きな、古き友を思い出し、目に移りしことを歌に詠む。後に水光が歌を捧げしとき、あの波風を立てり。こいつを食らえ！一撃じゃ足りねえみたいだな。だが他にも道があんじゃねえか。英雄でも何でもこの俺様が引き受け。言わんこっちゃない。こんなところにずっといるなんて嫌だぞ。今のは、セーラウンプ
異例降臨、軍馬蛇獣、雷帝壊滅、新規服従、正規流行、定直不明、消去不能、救急如立臨。やはり大義盤は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りてこの地を封印する。我ら夜叉一族、世のために戦わん。金宝大将、参る。危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。どこへ行っていた？夜叉の兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白よ。あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白よ、白よ。お前が白よなら我は何者だ？こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るだと？ならん、お前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印？そうか、我は
戦うために来た夜叉。兄弟、おい、大丈夫か？この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白陽、お前は家が恋しいか？兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、恋しいに決まってる。我にも家族がいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ。死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。キンホー、お前なのか。誰がキンホーだ。まだ覚えてないのか、お前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体。我の。思い出した。お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白夜。正気に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。兄者、フシャの兄者。おい、フシャ。フシャ。我の名はフシャ。その意味は、苦笑は散り、万般を射す。人生は釣りと同じ。焦りは禁物だ。何をするにしても急いではならん。若い頃はわしもお前さんと同じで、いつも自分を証明したいと思っていた。だが後々、物事のすべてが思うようにはいかず、心を落ち着かせてこそ前に進めるのだと気づいた。お前さんはまだ若い。辛抱強く自分を信じなさい。見えるもので自分の価値を証明しなくてもいいんだ。Gのやつはどこに行ったんだ。こんなに経っても会いに来んとは。忙しいのかもしれませんね。今度来るとき、出来たての魚スープを持ってこなかったら入れてやらんわい。何を思い出したか知らないけど、牢獄ならたっぷり時間はあるわよ。あ、忘れるところだった。もしファドゥイに今日のことを知られたら、牢獄も安全とは限らなくなる。ニットを追うなら、しっぺ返しを食らうつもりでね。でも今、もう一つだけチャンスをあげるわ。俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し、今に全てを凝集すれば、この身を打ち直せる。全て、まさか。ああ、俺という全ての意志を代償にだ。
前の言う通りだ。俺にはもう何もできない。だが一神殿にはまだ可能性がある。復元された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくと、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。カゴ鶴瓶一心、この名はお前に預けよう。うむ、安らかに眠るがよい。拙者は雨の中を急ぐことが多く、雨水に視界を奪われては前が見えなくなることが多々あった。ある日ついに山頂にたどり着いた。足元には雲があり、耳元では風が吹いていた。まことに高き山、まことに澄んだ心、無我無根無念無我。旅に出よう。拙者は風だ。いかに長き道にも出会いはある。人生は続く。至る所に故郷はあるのだ。ある嵐の夜、少女は図書館の中で進むべき未来の道を見つけた。少女は自身に言う。自らの夢の国を作ろう。石を拾って城と町を作る。山と海を開くのだ。そして同じ夢を持つ全ての魂にこう伝えた。全ての非現実的なものに誇りを持て。我らはこの世界よりも上にある。なぜなら完璧に輝く我らが国は小さくも近畿の楽土である。水晶でできた透明な小鳥、綺麗で儚く心を動かす歌を歌う。しかし凡人たちにはそれが見えず欺瞞だと思った。この世に透明な鳥などいるはずがない。歌など歌えるものか。鳥はそれを聞くと翼をはためかせた。海と山を越え夜空にたどり着き星となった。その輝きは全ての人を照らせるほど眩しかった。鳥は自身のことが見えるものに光に従って夜を越え星をたどって海を渡ることを許した。英知に生まれ愚昧にとらわれる鳥は一度も不満を言わなかった。それが自身の運命だから。そして人々に運命を見せるよう導くことこそ鳥の意義なのだ。あっ！
くそ、キョレインの野郎。ボスが来てくれた。あれを使ったのか。やった、これで。ボス、その接続を切るぞ。目標発見、トラブル。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさか、ただ救助しているだけだ。連れて行け。
これを逃したらもうないかもの。でも過去と和解するんでしょ。あなたの成長を見てもらおう。緊張しないで、みんなあなたの味方だから。二人きりにしてあげよう。私たちは離れよっか。あいつら大丈夫なのか。どうだろうね。でも信じて待つしかないと思う。そうだ、イナヤ、これを持ってきた。覚えたてでうまくはないんだが、欲しいならやろう。いらないならいい、構わん、別に気にするな。ちゃんと話し合おう、お父さん。骨折したところに当てろ、小娘。しっかり生きろよ。ここに残れ。お前は我々の希望だ。悪く思うなよ、ガイア。よくやった。さすが我が息子、お前はいつだって私の誇りだ。これほど時間をかけたのにまだ熟成しないとは。いっそ将来息子に開けてもらうか。レザーって名前はどうかしら。お、冒険者らしいイーナだ。それにしよう。凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは凶霊院の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの。潜在意識に情報を投入できるようアーカー社端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が
世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。どうするんだよ、みんな一般市民だぞ。行ってシティの外へ。でもあいつはファタスなんだぞ。お前を置き去りになんか。私もスメールの民を放ってはおけない。ほう、自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の機体、まだ羽の生え揃わぬ鳥。それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。
サボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。父さんの評判を落とすようなことはしないから。分かった。和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。スカーレットキングがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上ごとが心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に世界の病巣となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じれば、スカーレットキングに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は、幼子のような姿となった。不思議なことに、彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。失われた神の缶詰知識は
お前の手中にあったのだな。アザール、裏切り者め。いかに理性的な学者でも絶望の淵にいれば神を頼ろうとする。お前も私と同じではないか、アルハイゼン。ただ残念ながら神がお前を救うことはない。アザール、奴はもう完全に狂った。マハマトラに引き渡し、アール村に追放しろ。それからこの旅人を監禁室に連れて行け。処置は後で決める。は。大賢者様、ジュニアナガルバの火の準備が整いました。缶詰知識の記録を開始できます。よかろう、始めよう。パフォーマンスは見たことがない。なんというか、言葉じゃ表せないな。そうね。でもこういった公演はもう固く禁止されてるはずよね。それでも行うなんて。大賢者様、外の状況が。実にくだらん。先ほど記録した芸術禁止令を発布しろ。どうすべきかわかるはずだ。俺たち止めた方がいいんじゃ。もう少しだけ見ていよう。うまくいったと思うなよ。これは私の夢だぞ。私が隠れようものならたとえ神でも見つけられない。人々が幸福を渇望する限り彼らはここへ戻り、この楽園を再建するのだ。逃げるな。ノエ、何が起こったか。幻想が突如崩れ制御できなくなったのね。まずい。エミル、エミル、エミル。大丈夫か、エミル。やめろ、頼む、やめてくれ。
この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエ、そして旅人。こいつもうマハールカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ブエル！データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのがこれで何回目か分かる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無境の力、一体いつから始まっていた。君たちは無境の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある。さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての神の英知を束ねる、これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。今
あなたの力となる。抜かせ！これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。私たちは皆知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは全ての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中にさらに小さな世界があり、全ての運命はその世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそこの世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。は問いを唱えるもの、そして同時に答えを探すもの。人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。
スメールの民よ、さようなら。今宵素敵な夢があなたたちに訪れますように。野狐の皮をかぶった猛獣が狐の群れに紛れていた。彼らは昼夜を共にし、互いを友と呼び合い、仲睦まじくしていた。たまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、水中の自分に向かって嘆く。自分はこれほど不自然な存在なのに、彼らは愚かでそれを見抜けない。実に残念だと。しかし猛獣はすぐにその考えをやめた。なぜなら、狐の群れにいる衣類は彼だけではなかったのだ。もう一匹、白い木から掘り出され人に見捨てられた子猫がいた。子猫は狐になりたかった。だけど子猫の尻尾は細くて短く、色鮮やかな毛並みを生やすこともできない。他の狐はそれを見るとこう慰めた。だとしても君は僕たちの仲間だ。猛獣はそんな馴れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。大きな火を消すには犠牲を払う必要があるからだ。一匹の灰色の狐が前に出て猛獣と話をした。いわく、君は頭がいいからきっと僕たちを救う方法を思いつくはずだ。猛獣は微笑みながら灰色の狐を火のそばに連れ殺した。灰色の狐の心は透明で美しい無垢な雫に作り上げられた。猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもってお前の狐の仲間たちのために死にに行くといい。火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。子猫は小鳥を埋葬し、その山を離れた。それから子猫は山におけるすべての葉っぱもすべての動物も愛すことはなかった。彼はいくつもの夜をさまよい、月に向かって牙を研いだ。子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。すべてが暗黒に戻れば、彼は快楽と安心を感じられる。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすれば、この世に鳥や狐、猫がいたことを知る者はいなくなる。その違いを知る者さえ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？これは？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。Thank you.
ちのないものは残されない。だからこそここで終わるわけにはいかないんだ。数百年前、三千花祭りにとあるモノノフが迷い込んだ。どうして人がここに？結界を張ったってのによ、まったく困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時、とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り、楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほー、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。ひとごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。出会った時、モノノフはおよそ25だった。10年後再会した二人はすぐにまた意気投合した。飲み遊び磨き合って、初めはただ気の合う仲間同士だった二人が互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて酒を断ち、修行をし再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に駆り出されていたから。妖怪にとって10年など一瞬、釜井様は気にも留めなかった。けれど次の再会の時、釜井様は目を疑った。モノノフは弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい小僧、まだ剣を握れるか？自分は年じゃ、もうそれには応えられん。こたびは別れを告げに参ったのだ。そうか、秋津羽遊びにもう一度付き合ってくれるか？それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。